ぼんち揚げぼんち揚げは、ぼんち株式会社が製造する醤油味の揚げせんべい。山形産うるち米の粉と澱粉を蒸して練った生地を丸く成形して乾かしてから植物油で揚げ、泡口醤油をベースに、砂糖の甘さとカツオ、昆布の旨味を加えた独特のタレにつけて味付けした揚げせんべい。高温で短時間揚げてあるため、パリッとした歯応えと香ばしい風味があり、 薄めの味付けながらも複雑で旨味のある味で飽きが来ないためロングセラー商品となっている。味の決め手となる薄口醤油は東丸醤油のものを使用している。東京市淀橋区の戸塚町でもち米を使うあられを製造していた中央県の筑馬次郎は1939年に大阪市淀川区に工場を設立。 第二次世界大戦中の大空襲で工場を消失し、戦後の1952年大阪を本社とする株式会社中央圏としてあられの製造を再開した。しかし、原料のもち米が入手困難であったため、代替原料としてうるち米を使用して作る草加せんべいをヒントに商品開発を行い、大阪では珍しかった揚げせんべいという形で1960年に、 洋子丸の名称で販売を開始した。発売後も味の改良を進め、1963年には、盆地揚げと改名して、関西を中心に販売を開始、1969年には、東京に進出し、後に全国に販路を広げた。名前の由来は、船場言葉で、器の大きな消化の息子を指す、盆地。山崎豊子の同名小説に着想を得て、 大阪らしい名前として商品名に取り入れられた。揚げる前の生地は山形県佐賀市にある山形工場で製造し、揚げと調味は神戸市西区の神戸工場と埼玉県越谷市の東京工場で行われている。盆地揚げの売り上げの8割は大阪を中心とした関西地方が占めており、関東地方で販売されている類似商品の歌舞伎揚げと比較されることがある。 テレビコマーシャルに起用された人物、ありがとうございます。